はい、こんにちは。今回はね、グタプイの牛めしアンガス牛肉ということでね、食べてみたいと思いますね。次はセブンイレブンの、まあ、おにぎりでして、セブンイレブンがちょくちょくね、100円セールっていうのをやっておりまして、でそれで、買ってきたものです。ではいただきます。まず食べてる時のパリパリ感と、米のふっくら感がいいですね。で、何よりもこの海苔がパリッと、していてですね。で、非常に良い味わいになっています。で、この、なんとも言えないお肉の、そぼろ感というかね、まあこれがいい味で、非常にね、いい味わいだなと思いますし、お肉のタレの甘さと、で、この、なんとも言えない、肉のね、香ばしい、柔らかさ、味わい、甘さ、これは非常にいいですね。で、これは多分、牛肉を、まあ、使ってんのかなと思うんですけど、まあ、海苔は九州の有明のね、海苔を使ってて、パリッとしているね。で、ご飯もふっくらでこう柔らかめるっていう感じで、そういうところがいいですね。ご飯の身が、粒がギュッとこう詰まってる感じでですね。というわけで、どうもありがとうございました。